こんにちは、岩手希望チャンネル MC のフジポンです。皆さんこんにちは、岩手県知事達増拓也です。今日もご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。それではまずは今日は新型コロナウイルス感染症についてお伝えします。はい、先週新たにお二人の方が新型コロナウイルスへ感染していることが確認されました。これまでに県内では26人の感染が確認されています。いや、そして寒くなってきましたので、これからは、ね、インフルエンザも流行する時期になりますので、改めて知事から皆さんへ実施してほしい対策などについてお話をお願いいたします。はい、やはり基本が大切ですので、この手をよく洗うということ、それから3つの密を避けて、この距離もこう適切に取っていただいて、飛沫をかけたりかけられたりしないようにするということをお願いしたいと思います。そしてインフルエンザの関係ですけれども、やはり予防接種をこう受けていただきたいと思います。65歳以上の方々はすでに受けられます。その他の方々は10月26日から接種できるということになっておりますので、詳しくはお住まいの市町村に問い合わせていただきたいと思います。はい、県民みんなでですね、周りの方への思いやりの気持ちを持って感染対策に取り組んでいきましょう。はい、さあ、すっかりね、もう岩手も秋らしくなってきましたよね。紅葉もすごく、街の中も場所によっては鮮やかになっていて、そうですよね。はい、はい、とても綺麗な景色も見られるんですが、県内でも稲刈りがほぼ終わって、はい、私が、ね、先月ナウシカの世界だって言った金色が、はい、結構、ね、綺麗な感じになっていますけれども、かけられたり立てられたり、ね、そうですね、はい、してますけれども、知事も先月金色の風のですね、はい、稲刈りされたんですよね。はい、一ノ関市でやってきました。はい、それではですね、知事の稲刈りの様子の動画がありますので、はい、ご覧ください。どうぞ。思っておりますので、知事にも今日金色の風を心を込めて刈り取りいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、手前にこうなって、手前にこっちに、目はかならしたら、後ろから見てもらって、ここに。ということでしたけれども、知事は今までにもう何度も稲刈りもされてると思いますけれども、はい、今年はいかがでしたか。こうしっかり育ってるっていう手応えを感じました。こう鎌でも感じましたし、機械で買っててもですね、こうしっかりこう育ってるなっていう、そういう手応えを感じましたね。ログを上がったなっていう感じですね。はい、本当大きなコンバインを運転されてる姿がすごくかっこよかったです。そうですね、こう、はい、どんどんこう性能が良くなっているので、こう農業をこうやりやすくなってますから、こうやりたいと思う人はどんどん挑戦してほしいと思います。そうですね。そして本当に新米も楽しみですね。はい、そろそろこう食べて、食べられるようになってきてますから、はい、食べましょう、ね、毎日食べたいですというコメントもいただいていますが、はい、私もです。はい、みんなで、ね、新米楽しみにしましょう。
続いてはバーチャル物産展のお知らせです。先ほど金色の風紹介しましたが、お米の他にも岩手にはですね、いろんな美味しい食べ物や素敵な工芸品がたくさんあります、はい、全国の皆さんに県内の商品を知って買ってもらうことで、地元生産者や事業者を応援して地域全体を元気にしようということで、バーチャル物産展を実施中です。今日はですね、バーチャル物産展についてゲストをお招きして紹介していきますよ。今日のゲストは盛岡市の有限会社染谷滝浦代表取締役の滝浦麻里夫さんです、はい、どうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱ素敵なもう染め物の、うんうん、ねえ、そして手もやっぱり職人の手ですね。そうです、本当だ本当だ、すごいもう染まってる、染まってますね手もね、うん、はい、はい、マスクも染め物なんですね。はい、なんかもうすっかりいろいろ聞いちゃいましたけど、自己紹介を最初にお願いいたします。はい、盛岡手作り村に工房を構えております有限会社染谷滝浦です。今年で111年にもなるんですけども、私で4代目の、代表の滝浦麻里夫です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。他にも花巻市にも店舗があるんですね。はい、そうですね、うん、花巻石鳥屋の方なんですけども、創業の土地でして、うん、そこで私のおじいちゃん、うん、あ、違うんですね、ひいおじいちゃんです、うん、ひいおじいちゃんが始めまして、で、手作り村ができるということで、工房だけを手作り村に移したという感じです、うんうん、はい、手作り村ではこの染め物染色体験もできるということですね、はい、はい、今日は滝浦さんをゲストにお迎えしてバーチャル物産展について紹介していきます。まずはバーチャル物産展の動画がありますので、こちらをご覧ください。今週のテーマは今だからこそ県産品を買おう、バーチャル物産展のご案内。新型コロナウイルス感染症の影響により、物産展の中止や県外アンテナショップが休業するなど、岩手県産品の売り上げが減少しています。さらに県内への観光客の減少や消費者の買い控えなども販売に影響を及ぼしています。こうした状況を受けて、県は9月からバーチャル物産展を開催しています。岩手県では地域経済を支えていくため、今年の3月から買うなら岩手のもの運動、買って食べて地域を元気に応援キャンペーンを展開し、県内の生産者や事業者を応援しています。今回は岩手の豊かな自然が育んだ美味しい食べ物や風土に根ざした匠の技の光る魅力的な工芸品を取り揃えた買うなら岩手のものバーチャル物産展をオンラインや紙面を通じて展開しております。ぜひこの機会に個人で家族で友達同士で岩手のものを買って食べて、地元の事業者を応援いただければと思います。バーチャル物産展では県内で製造された食品や工芸品などをすべて定価の3割引きで販売しています。新聞折り込み紙面に記載されている QR コードや電話からも県産品を購入できます。今回のバーチャル物産展、県主催で、まあ、自社製品をですねアピール宣伝できるということで、すごい期待を持って、挑戦しております。染め柄だったりとか色の不合いだったりとか含めてアピールしながら、弊社の自慢の藍染め商品が伝わるようにしていきたいなと思っております。バーチャル物産展は来年1月まで開催します。ぜひこの機会に県産品をお求めください。はい、本当にね、新型コロナウイルスの影響っていうのはやっぱり大きいですからね、まあ、やっぱこうなかなか遠くまでこう旅行に行ったりこうしにくい感じで、また遠くからもこう岩手に観光などで来て来にくいような中、このお土産品などもこう売れなくなっちゃってるわけですけれども、まあ、裏を返すと今
地元への関心を高めていただくチャンスで、岩手県民の皆さんにはこの岩手の中でどういうものが生産されているか、どういう商品があるのかをこう知っていただくいいチャンスですし、まあバーチャル物産展ということでこう、まあ世界のどこからでもこうアクセスできますので、県外海外の人にもこの機会にこう岩手のものを3割引きですからね、あのすごいですよね、お求めいただくチャンスですので活かしていただきたいと思います。はい、そして自分がね出てる VTR をここで見るっていう、うん、みんなで見るっていうなんか、はい、何のなんかね、うん、なんか一発ゲームみたいに若干なってましたけれども、はい、ね、先ほどあの VTR でもお話ししていただいていましたけれども、この改めて新型コロナウイルスの影響ですとかバーチャル物産展の反響ありましたら教えてください。はい、まあ、新型コロナウイルスの影響で人の往来がまあ減ったということで、観光地盛岡手作り村が観光地のためにやっぱり閑散としている時期がありまして、で実際営業も自粛したりということもあったり、あとは県内外の物産展イベントというのも中止延期というようなこともありまして、まあ会社としてはすごい痛手だったんですけども、まあこのバーチャル物産展ですね、あのお話しいただきまして、あいいなと思いまして出品させてもらいました、はい、で出品して始まってすぐにですね、あの県内外からあのお買い求めになるお客様いらっしゃったので、ああ嬉しいなというふうに思っておりました。はい、それはね本当に嬉しいことですよね。なんか買っていただけるっていう、なんか私も聞いててすごく嬉しい気持ちになりましたけれども、このバーチャル物産展では125社から250品もの商品が出品されているということなんですよね。で海産物や農産物の加工品からお米、麺類、お酒、ジュース、お菓子などの食品、そして染め物ですとか木工、漆器、鉄瓶、タンスなどなど、タンスまで、うんうん、はい、いろんなものがね揃っています。で日常に使えるものから贈り物まで選べます。ここでですね、実際にバーチャル物産展のサイト画面をご覧いただきたいと思います。はい、こちらがですねサイト画面になっていて、商品を選ぶんですよね。でも250品も出品されていますから種類が多くて選べないという方はですね、予算や応援したい地域、商品の種類からも選ぶことができます。それでもね迷っちゃうという方はですね、おすすめというものもねありますので、こちらを参考にしてみてください。知事、なんかこう今見てて気になったものはありますか？あの、まあ、毎日とまではいかなくても、こう何度もこう繰り返し食べたくなるようなものがこう、うん、肉とかですね、はい、海産物とかありますし、あとスイーツなんかもこれいいですよね。スイーツもあるんですね。あ、こちらですね。はいはい、おー、チーズケーキとか、はいはい、はいいです。お酒が好きな人はこうお酒もいろいろ取り揃えられてますよね。お酒も、はい、はい、これ言ったら出してくれるやつですねすごい。お、ワインとか日本酒もありますね。うん、そして、やっぱ新しいものもいろいろあってですね、こうあの昔ながらの岩手の名物もありますけれど、こう最近開発されたお酒やワインなんかもこう、うん、毎年毎年新しいのがどんどん出てて、そういうのもこう改めて知っていただけると思います。確かに岩手に住んでいる私たちも、あ、こんな素敵な商品あったんだっていうね、うんうん、発見にもなりますよね、はい、コメント欄が酒酒ってなってますけど、うん、昼から、そしてあの染谷滝浦さんの商品も買うことできるんですよね、はい、そうですね、はい、あの弊社は、まあ、昔ながらの化学的なものを使わない藍染めなんですけども、使うほどにいい色合いになっていきますので、使う楽しみがあるのかなと思います。うーん、今ねこう見ていただいているの、これは何ですか？今日持ってきていただいているんですが、こちらはですね、出品している商品なんですけども、群れ千鳥という柄ですね、の浴衣の反物です、はいはい、あの今年の春に、黄綬褒章をいただきました。うちの父親がデザイン考えて作ったものです、うん、いいですね、うん、これで浴衣を作ってっていうことですね、はい、わー素敵。そしてね、このお洋服があったりですとか、ジャケットですかね、こちらは、はい、うん、あとは T シャツなども販売されているということですね、はい、とってもやっぱりこの藍の色がすごく綺麗ですよね、
そしてなんかこう岩手らしさっていうのもなんかすごくあるような気がして、ぜひね手に取って見ていただきたいですね。はい、はい、さあそれではなんかあっという間なんですけれども、滝浦さんから番組をご覧の皆さんへメッセージお願いします。はい、バーチャル物産展では、職人の技が光る工芸品だったり、岩手の海の幸、山の幸、美味しいものが、いいものがですねギュギュッと詰まっているというサイトです。この機会にサイトをご覧になっていただきまして、ポチッとカートに入れていただければなと思います。ぜひご覧ください。はい、もう自分のところだけじゃなくて皆さんのアピールもありがとうございます。もうなんかすごく人柄が伝わってきますね。本当にありがとうございます。はい、もう自分用のねご褒美に買うもよし、年末に向けてお歳暮を選ぶもよしというサイトになっています。ということでゲストの有限会社染谷滝浦代表取締役の滝浦麻里夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当素敵でしたね。さあそしてまたまた美味しい話題に行きましょう。県は旬の県産果実を使ったスイーツフェアを行っています。今日は今月31日から始まります岩手果実プレミアムウィークスタルトフェアについてゲストの方と一緒にご紹介していきます。またまたゲストに登場いただきましょう。盛岡市の有限会社サンファーム専務取締役の吉田聡さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、さあそれでは早速自己紹介をお願いいたします。はい、有限会社サンファーム専務取締役の吉田聡です。当社はシワと盛岡矢幅に畑を持ってくるんですけれども、サクランボは観光果樹園、ブルーベリーサクランボは観光果樹園をやってますし、リンゴは主に地域の人と競合しないリンゴというので、酸っぱいリンゴとか調理して美味しいリンゴを作っております。実は本日も富山からパティシエさんが来てリンゴの作業体験をしたりなんかしてます。もうそういう観光としても皆さんにとって収穫体験みたいなのをしていただいている。 そうですね、はい、そしてね珍しいリンゴもたくさんある、いろんな種類のリンゴを生産するという点については、もう吉田さんも達人でありましてね、はい、全国有数日本を代表する生産者ですから、岩手にいてくださって本当に良かったなというところでございます。はい、さあそんな吉田さんと一緒にですね今日は、タルトフェアを紹介していくんですけれども、吉田さんは岩手果実の生産者さん、はい、ということになりますけれども、はい、ということはですね、はい、今日はきっと試食があるんではないかということで、あるんでしょうか。あるみたいです。あ、なんか映ってますよ若干はいはいはい、あ、これは立派なものが、何、いやいやいや、美味しそうですね。立ち上がってるし、はい、なんだろう、迫力で、はい、吉田さんこちらご説明いただいてもいいですか。はいはい、今映ってる、上に赤いすぐりが乗ってるものですね、はい、これはフルール菊屋さんで出す予定になっております。うちの紅玉リンゴとあと赤ふさすぐりっていうすぐりを、ミックスして、タルトの中にアーモンドクリームと一緒に混ぜて焼き上げて、県産のワインとうちの紅玉を煮たものを上にトッピングしてあります。なんかすごくこう手が込んでいるというか、そうですね、豪華ですね、はい、じゃあ次の説明を、はい、やっぱり次も説明ですよね、はい、はい、すみません、食べようとしました、すみませんお願いします。はい、果物は洋梨を使った品種はゼネラルレクラークという品種なんですけども、難しい名前、ゼネラルレクラーク自体は1977年ぐらいかなにまだフランスから入ってきて、そこそこ浅い洋梨、大体同じ年ですね、はい、私、そうです、はい、それで洋梨十何種品種、まあ、世の中にあるんですけれども、岩手県では一番一般的な、ラフランスも有名なんですけど、ゼネラルレクラークがすごく有名、食感もいいですし、甘さもあって酸もやっぱりちょっとあるんですよ。なるほどなるほど、それでお菓子にしてタルトにした時にはすごく合うということで、
ブリドネージさんはあのタルトタタンっていうリンゴを使ったお菓子があるんですけど、はい、それを洋梨で作ってちょっとスパイスを効かせて上に飾りでピンクペッパーを乗せて、いや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 、おしゃれ、それであのタルトに仕上げております。ゼネラルレクラール、ゼネラルレクラール、合ってますね合ってる。ではもう食べていいですか、いや目の前に置いてあって、ね、いただきますよ。本当にコメントにも最初は、リンゴの方ですね、リンゴの方からいただきますが、なんかもったいないですね、こう崩してしまうのが。あれ、まず口に近づけた時のこのリンゴの香りが鼻にスーッと入ってきて、うん、香りが圧倒的にいいんですけど、そうですね、このやっぱ酸味と甘みのバランスがいいですね、はいはい、やっぱり、うん、今日本ではまあ昔から、はい、あの紅玉といえばやっぱり調理して美味しい、うんうん、デザートスイーツにして美味しいっていうリンゴですので、はい、うん、非常に相性はスイーツとの相性はいいと思います。うん、うまそうでしょ、美味しいじゃあ洋梨の方もいただきますよ、はい、最高ですね。よ、このタルトの下の部分のね、ちょっとサクッとした感じも最高でした、うんうん、洋梨の方も、は、はい、なるほど、うん、洋梨こういう風になるんですね。これはあの普通に梨を食べるのとはまた全然違って、はい、スイーツとしてすごい美味しいですね。あの酸味がやっぱり効いてますよ ね、はい、ね、あの凝縮、うんうん、あの焼いたり煮たりするので、はい、あの果実味がすごく凝縮するので、甘みも酸味もしっかり出るので、はい、普通の洋梨の、あの多分生で食べてる感じとはまた違う、うんうん、とろーんってしてますよね。そうです、してるしてる、はい、おいしい、はい、もうなんかまた全然タルト、同じタルトでもまた全然違いますね、うんうん、そうですね、うん、まあ、どっちも本当に美味しいので、どちらもぜひ、はい、いろいろ食べていただきたいと思いますね。こう、番組をご覧の皆さんにも、はい、いろいろ食べていただきたいと思います。はい、ということで本当に美味しいです、ありがとうございます。あのサンファームでは観光果樹園も先ほどねされているというお話でしたけれども、はい、やっぱり新型コロナウイルスの影響っていうのは大きかったですか。はい、そうですね、まあ、あのちょうどさくらんぼの開園が6月19日だったので、うん、一応県をまたぐ、うんうん、はい、あの往来が OK になった日だったので、うんうん、まだ良かったんですけど、通常だと昨年度だと外国人の観光客のお客さんが500人から600人いらしてたんですけど、今年はゼロでした、はい、うん、また、あれですね、あの普通の飲食店にやっぱり出荷する分もすごく減ったんですけど、うんうん、そうですよね、もう花が咲いた4月5月の時点でまず団体旅行とかもなくなるだろうということで、とにかく来てくれたお客様に満足してもらおうと思って粒を大きく仕上げたりとか、うん、品質を上げて顧客満足度をアピールするいいチャンスだと思って、そこを逆手に捉えて、はい、やりましたので、一番来てくれた方は1週間で4回リピートとか5回リピートの方もいらっしゃったので、うん、こう満足していただけたのか、地元で行われていることへの理解を深めるいい機会 で、 そうですね、はい、ぜひこうフルーツ王国岩手というのをこう感じて、はい、知っていただきたいですよね。このチャンスと捉えて、はい、はい、取り組んでこられたんです ね、本当にそんなね素敵なスイーツ、あの果物がスイーツになっていますので、はい、ぜひね皆さんにもさっき知事もおっしゃってましたが食べていただきたいと思います。タルトフェアは10月31日土曜日から11月21日土曜日まで開催します。県内31店舗でオリジナルタルトが販売されます。県の、旬のですね県産果実がふんだんに使われた期間限定のタルトとなっていますので、ぜひぜひ食べてみてください。詳しくは岩手果実で検索してください。先ほどの洋梨のタルトはブールドネージュさん、盛岡のですね、はい、そしてリンゴのタルトはフルール菊屋さんで販売されるということですね。はい、はい、皆さんチェックしてみてください。それでは吉田さんから最後に番組をご覧の皆さんに一言お願いします。はい、岩手果実というこのフェアで、
なかなか洋菓子店では県産のものとかを使う機会がないと思うんですけれども、このフェアをすることで皆さん岩手の生で食べても美味しい果物を、さらにパティシエさんたちが美味しいスイーツにしていただけるので、ぜひこの機会を見逃さないでスイーツ召し上がっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。また後でゆっくりといただきたいと思います。ゲストの有限会社サンファーム専務取締役の吉田聡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。知識がすごいですよね、はい、もうずっと お話聞いていたくなりましたけれども、はいはい、さあ続いての話題に行きましょう。続いてはネクジェネ岩手のお知らせです。岩手ネクストジェネレーションフォーラムのネクストジェネレーションとはですね、次世代のことで、このフォーラムでは地域づくり活動や歌やダンス、漫才などさまざまな分野で活躍する次世代を担う若者が日頃の活動成果を披露し交流をする場となっています。来月7日土曜日と8日日曜日の2日間、岩手ネクストジェネレーションフォーラム2020を盛岡市のプラザオデッテで開催します。まずはですね、去年の様子ご覧ください。名前を付けるとしたら、どんな言葉が似合うのかな。だけに合わない白い T シャツを着ている。ただ星空を眺めて岩手は本当才能の塊、集まりですね、すごいですね。若者活躍支援っていうそういう政策テーマなんですけれども、こう活躍の場としては、まあ、ボランティア活動 NPO 活動っていうのはこう特に東日本大震災以来すごいこう発達しているのと、はい、まあ、あとこうカルチャーですよね。でそれでこう仕事や生活にもこうつながっていって、で、新しいこうビジネスとかそういう方向にもこう発展していく可能性のある、そういうイベントでありますので、ぜひぜひ、ご参加いただきたいと思います。はい、今回のテーマは若者の関係人口の構築による地方創生ということです。今年はステージ発表とオンライン配信を組み合わせた新しい生活様式での開催です。今までにない形式での開催ということになりますね。はい、県への政策提言もしてもらうことになっていまして、でそうですね、新型コロナウイルス対策の関係で、はい、かえってこの
ネット環境はこう充実していますので、こうリモートというか、ネットでこう見たり参加したりしやすくなっているので、そういうのも活用してほしいと思います。はい、実施内容は決まり次第ホームページや SNS でお知らせします。岩手ネクストジェネレーションフォーラム2020は感染症対策を十分に行って開催します。ご来場の際はマスクの着用や手や指の消毒、距離の確保などにご協力をお願いします。オンラインでの参加方法はネクジェネ岩手で検索してネクジェネ岩手のホームページから参加してください。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、お、はい、というね立派なお返事が帰ってまいりました。ありがとうございます。はい、私もネクストジェネレーションです。はいはい。2つ重ねてしまいました。すいません。はい。さあ続いてはですね、岩手県公認バーチャル YouTuber 岩手幸子を紹介する幸子の部屋のコーナーです。ただいま新作の遠野のカッパ文化の動画を鋭意作成中ということでですね、今日は過去に公開された動画を紹介したいと思います。どうぞ。皆さん、おはさちー。岩手県公認 VTuber の岩手幸子です。前回は芸備系の船下りを堪能しましたが、いかがでしたか？私は皆さんに久しぶりにお会いできて嬉しかったです。さて今回の動画は第1回岩手県おもしろクイズ、ロックハンドマスタークイズ。岩手県をなんとなく知っている人、奥深くまで岩手に詳しい人、岩手県の知識を試すためロックハンドマスタークイズをやってみたいと思います。毎回テーマが違うのでぜひ挑戦してみてくださいね。今回のテーマは岩手のグルメです。早速ですが第1問。次のうち盛岡三大麺に数えられている麺類はどれ？1盛岡ラーメン、2サンマラーメン、3納豆キムチラーメン、4盛岡じゃじゃ麺。これは簡単ですね。岩手県民であれば皆さんわかるのではないでしょうか。ヒントとしましては、そうだな、盛岡がついたとしても必ずしも三大麺に入ったわけではありません。わかりました。答えは4盛岡じゃじゃ麺でした。盛岡三大麺はわんこそば、盛岡冷麺、そして盛岡じゃじゃ麺になります。盛岡じゃじゃ麺は茹でた温かい平麺にきゅうりやネギ、特製肉味噌をよく絡めて食べます。わんこそばはおもてなしの心から生まれたこの地独特の伝統食文化です。給仕さんがお椀の中に一口分のそばを入れ、遊び心もたっぷり味わえます。盛岡冷麺はつるっとしてコシの強い食感が人気。聞くだけでお腹がペコペコね。えそばっち。はい、あそばっち、アシスタントのそばっちっていう感じでいますけどね。はい、いいですね。でも字幕で隠れて見えなくなることがちょいちょい消されるそばっちが、そばっちですけども、かわいかったいいですね、はい、はい、そういうところも ね、ちょっとチェックしながら、ね、なんかリアルサイズっていうか等身大のそばっちで、思えばそばっちっていうのはあのくらいの大きさが普通なのかなと。なんかそうですね、着ぐるみ台のやつをこうよく見ますけどね。幸子ちゃんがすごいでっかいのかもしれないですね。あ、違いますよね。ちゃんと、ね、ありましたもん、ね、等身大で、はいはい、うん、でも本当あの麺たちも本当岩手の名物、全部名物、まあ、三大麺ってなるとじゃじゃ麺ですけれども、うんうん、それで人気ありますよ ね、うん、ね、柳屋さんもなんかね、うんうん、閉店、本店が閉店するって今ねコメントもありますけど早く行かなきゃと、はい、ね、キムチ納豆ラーメンいらっしゃいませがね、はいはい、行けなくなるのは寂しいですけどね、はいはい、そしてね他の動画も気になるという方はですね、 YouTube の岩手幸子公式チャンネルからご覧ください。これまでに配信された動画も見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。最新の動画は10月中に公開される予定となっています。ツイッターでも情報を発信していきますので、ぜひフォローをお願いします。以上、幸子の部屋でした。さあ続いては ILC 国際リニアコライダー計画のコーナーです。
秋といえばスポーツの秋というねものありますけれども、あのこのスポーツと ILC コラボを始めたんですよね。はい、県内のプロスポーツチームと連携して ILC を PR しています。はい、プロスポーツチームとねコラボ、これはすごいことなんですけれども、岩手にはサッカーの岩手グルージャ盛岡、そしてバスケットボールの岩手ビッグブルズ、そしてラグビーのね釜石シーウェーブス、3つのねチームがありますが、どのチームとコラボされるんですか？全てのチーム3つとも全部こう、PR をしてもらっていて、それぞれのホームゲームで ILC のブースを設けて、チームロゴやマスコットと ILC のコラボデザイン缶バッジを配ったりするなど、積極的に PR をしてもらっています。はい、こちらがですねその缶バッジになるんですけれども、見えるかな、それぞれのチームのねキズールとかブルゾーとか、ね、いろんなキャラともコラボして、はい、すごく可愛いですよね。 ILC っていうのもこう素粒子、球をこう飛ばすそういう実験装置ですから、なるほど、球を投げたり蹴ったり、あのぶつかったり、取り合ったりとかですね、あの似てるんじゃないかと思います。そして、ね、このね熱い気持ちもぜひ、ね、ぶつけていただきたいなと、はい、スポーツに対する気持ちもね、この ILC に対する気持ちもぶつけていただきたいなと思いますが、この缶バッジこれからもゲットするチャンスってありますか？はい、サッカーは今シーズン真っ最中ですし、はい、バスケットとラグビーはこれからシーズンが始まりますので、ゲットいただくチャンスはまだまだあります。各チームの SNS でも ILC ブース出店をお知らせしていますので、チェックしてください。はい、 SNS をチェックして皆さんもコラボ缶バッジゲットしてください。それから、来月は岩手の高校生サイエンス&エンジニアリングチャレンジコンテスト 4ILC が開催されるんですよね。11月7日土曜日に開催されます。コンテストは去年から始まったんですけれども、去年1位の岩手県知事賞獲得の盛岡第一高等学校理数科盛岡でチームは、その後開催されたセルンビームラインコンテスト、これは世界中の高校生がこう競い合うものですけれども、特別賞を受賞しています。今年の応募チームは去年より1チーム増えて7チームになっています。各チームの研究成果を楽しみにしています。世界でも特別賞ってすごいことですよね。はい、はい、ILC をきっかけに岩手の高校生の科学工学への関心が高まっています。以上 ILC 国際リニアコライダー計画のコーナーでした。続きましてプレゼントの抽選です。前回のプレゼントはワンコ兄弟の箸とコースターと岩手幸子のクリアファイル、こちらセットにしてお一人にプレゼントでした。さあ、プレゼントの応募状況はいかがだったでしょうか？今回の応募はお一人でした。ズコー安定のお一人、100% 的中確率が高い、はい、ということで、当選者は希望チャンネルの検証ですけれども、はい、もうちょっと応募が増えると嬉しいですけれども、はい、はい、久々の駒ネズミさん当選です。おめでとうございます。駒ネズミさんからコメントもいただいていますのでご紹介します。タッソ知事フジポンさん、こんにちは。ハッシュタグいい岩手に集まった岩手の画像の数々、月間 MVP を選ぶマジカルカッパちゃんが一瞬を狙って撮った彗星に銀河鉄道の夜など、岩手の長い時間を重ね合わせて見たことにファンタスティックと感じ入りました。マジカルカッパちゃんのさらなる岩手推し活動も期待しています、というコメントをいただいています。もう完璧にこう要約してもらって、本当ですね、前回のこのチャンネルを分かる、ありがたいです、ね、見てない方も分かるような、はい、はい、コメントをいただきました。そういう回だったんです。はい、ありがとうございます。それでは今回の番組プレゼントも紹介しましょう。今回は特集で紹介しましたサンファームさんのフルーツジャムをセットでお一人にプレゼントいたします。ジャムについて吉田さんからご説明お願いします。はい、緑の青リンゴのジャムですね。これは、イギリスのブラムリーズシードリングっていう品種なんですけれども、酸味がすごくあって、もうスパーっていう感じのリンゴを、あのお砂糖と一緒に炊き込んでジャムにしました。酸味と甘みの凝縮がすごくいいです。あともう一つ、あのピンクの、ジャムなんですけれども、これは、ピンク色の果肉のリンゴ。何このリンゴ？ピンクパールとあのローズパールっていう2種類の品種を、ね、はい、
使ってジャムにしております。2種類のリンゴを使うことによってやっぱりジャム食感で楽しめたりとか、酸味のバランスの調整をしたりということで、どっちもリンゴだけで作ってますので、安心してお召し上がりいただけます。ジャムに食感があるんですね。そうですね、すごい応募したくなってきました。本当ですね。当たる確率結構高いですからね。しなきゃっていう気持ちが湧いてきますね。今回はでも競争率またね激しそうな感じもし、下のちっちゃいリンゴも食べられるんですか？それ下は受粉用のリンゴで飾りリンゴとして使ってます。なんかこうやってお家に置いておくとなんか可愛いですね。すごくおしゃれな感じです。吉田さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。リンゴの宝箱っていう感じですね。あ、本当に素敵。見たことのないリンゴもたくさんありますね。はい、ぜひ皆さんご応募ください。応募はツイッターのダイレクトメッセージまたはメールでお願いします。プレゼント希望と記載の上普段お使いのネームで番組の感想もぜひ書いて送ってください。宛先はツイッターがアカウント名岩手県高庁広報課、ユーザー名はアットマーク PREF アンダーバー岩手、メールが広報アットマーク PREF.iwate.jp となっています。締め切りは2週間後の11月3日火曜日です。ぜひ忘れないように応募してください。当選者は次回の放送で発表します。どんどん応募してください。それでは最後に今回紹介した岩手果実に関連して岩手のフルーツを紹介する動画をご覧いただきたいと思います。アンダーパスさんが歌う耳に残るメロディーお聴きください。どうぞどうぞ。簡単に覚えられますね。なんかきっと皆さん午後はずっと頭の中フルフルしばらくしてる感じですね。はい、はい、さあ今日もたくさんのコメントをいただきありがとうございます。今日のコメントの中でキラリと光る印象に残るコメント紹介します。今日はですねお一つ、岩手は宝石箱というね、その通り、はい、はい、今日はねリンゴの宝石箱もありましたし、バーチャル物産展にもね宝石がたくさんでしたしね、はい、若者たちも宝石みたいでしたね、輝いてましたね。宝石のつかみ取りみたいな感じ で、はい、そうですね、やってもらえばいいと思いますね。はい、今日もねたくさんコメントありがとうございます。はい、今日の内容盛りだくさんでお送りしてきましたが時間となってしまいました。次回の放送は11月19日木曜日の正午からご覧のチャンネルでお送りします。いつもと違って木曜日となっておりますので忘れないようにチェックお願いします。特集は岩手県警察スペシャルということで、はい、すごいですよ昨日覚えた一日所長、はい、所長手首曲げちゃいけないんです。盛岡東を一日所長ということで、そうなんです、はい、昨日覚えた敬礼をはい、ということでねこちらもお楽しみに。それでは今回も岩手幸せ大作戦ポーズでお別れしましょう。それではいきますよ、せーの、岩手、あれ間違えたちょっとごめんなさい、岩手、こうですね、こう、はい、間違えました、もう一回いきます、せーの、岩手幸せ大作戦、また来月、バイバーイ、お楽しみに。